タロ散歩チャンネル。早北っていうところに来ました。隣がアビラ でさらにそのアビラの隣が追分なんですよ。でこの早北アビラ追分はアビラ町という町になります。で昔はこの早北と追分、これが一つの村でした。で当時はアビラ村という村だったんですけれども、1952年に追分地区が分かれまして追分村になり、で次の年に、追分町になったんですけれども、でそのさらに次の年1954年に安平村が早北というふうに名前を変えまして、で早北町になりました。それから50年以上の時が経って2006年に今度はこの早北町と追分町がじゃあ合併するべということになりまして、で合併するんですけれども、その時にじゃあ町の名前どうするということで決まったのが昔の名前であるアビラということなんです。だからアビラだったのが早北と追分に分かれて、で50年ちょっと経ってまたアビラに戻ったという、そういった歴史があります。でこの早北なんですけれども、早北といえばこの雪だるまで押してる町ということでも有名なんです。ここにも雪だるまの形をした案内図がありますし、向こうにもこの交通安全を啓蒙する何らかの像が雪だるまになっています。で、その辺の痕跡もちょっとたどりながらこのアビラの街を歩いていきたいと思います。現在の時間が4時15分で、次の列車が5時40分なので1時間半ぐらいはあります。この辺の街の一角を歩くと、早北が雪だるまで押してるということがよくわかりますので、ちょっとその辺を見ていきましょう。で、他にももう少し紹介したいものもあるので、それも織り交ぜながら早北の街を歩いていきたいと思います。早北駅から信号一つ分歩いてきたんですけれども、ここに浜名湖クラブがありました。あのセコマ系列のコンビニエンスストアですね。で、このお向かいには安平町待合ステーションラピア、待合室みたいなもんでしょうかね。ちょうどここに安平町の循環バスラピア前っていうバス停があるんですよ。バスの待合スペース兼なんか休憩所みたいな、そういうスペースじゃなくて、これもうちょっと奥の方に行くとまた雪だるまの関係のね、あの
雪だるまの関係のものがありますから、ちょっとそれに向かって歩いていきましょう。これは何だろう、なんか公園の遊具ですよね。スマイルベンチとかってついてますけど、何でもスマイルつけりゃいいってもんじゃないですけどね。真ん中のこれ、あのアビラっていう風に書いてます。ここは昔学校だったのかなっていうようなところですけれども、これは入っちゃダメではなさそうなんですよね。ですね、ちなみにここはですね、これか、早北研修センターって書いてます。紹介したかったのはこれですね。これじゃないんですけれども、このどんぐりの木の植樹は旧早北小学校跡地にあるどんぐり記念樹木の子孫を残すために植樹したものです。水なら平成9年というふうに書いてます。でですね、説明したいのはあれだな、紹介したいのはあれですね、このふっと木があるんですけれども、ずいぶん立派ですよね。早北のどんぐり記念保護樹木ということで、阿比良町の開拓当時、この地域の丘陵地一帯は柏水ならで覆われていました。明治32年1899年12月、苫小牧尋常小学校の分校から早北尋常小学校が独立し、この地に、まあ、開校しました。うんうんって書いてますけれども、でそれでこの木の話が出てくるんですけれども、この木はですね、学校のどんぐりという、そういう愛称が当時からついていました。でその早北小学校の校歌の一節にも使われていて、ですごいですよ、これ。学校の旗、校旗、それから帽子昔かぶって、昔はなんか学校の帽子だったじゃないですか。ああいう帽子の、帽章の衣装デザインとなって、で町民に親しまれていますというふうに書かれております。で、水なら、推定樹齢が340年というのがこの昭和47年、1972年当時で340年。でそこから50年ぐらい経ってますから、まあ、大体今400年弱、390年ぐらい経ってるんじゃないかと言われているのが、この学校のどんぐりという大きな水ならの木です。上がこんな風になってるんですけれども、だいぶ後ろの方に下がっても、なかなか全体像を捉えにくいような、やっと全体像を捉えられましたか。こんな立派な水ならの木がここにありまして、学校のどんぐりという愛称がついております。これもちょっとした早北の名物と言ってもいいんじゃないかなと思います。で、じゃあこの早北小学校は今どうなってるかというのは、これからまたお話しますので、ちょっとこの話は置いといて、じゃあまた次は雪だるまに関係するものを見に行きたいと思います。そうですね、ここはやっぱり早北小学校だったところですね。旧早北小学校校舎跡地というふうに書いてます。昭和50年12月移転ということで、1975年、だからだいたい50年ちょっとぐらい前まではここに小学校があったようです。で、こちらの研修センター上を見ると昭和51年、1976年度、北海道補助対象施設ということで、だから翌年にこの研修センター建て替えたとかそういう感じなんでしょうね。そしてこの体育館はもしかしたら、体育館のような見た目の建物はもしかしたら、小学校時代からあったのかもわからないです。で、こっから出まして、で、このお向かいにあるのが、阿比良町役場。だから、町役場は追い分け地区じゃなくて、こちらの早北地区に実はあります。阿比良町といえば雪だるま。で、ここには雪だるまポストが設置されております。ちょっと近くまで行ってみましょうか。町役場の前にこういった、雪だるま型のポストが設置されております。すいません、これはポストではないですね。ただの雪だるまの置物ですね。でも下の方を見てみると、会員保険融資施設、あなたの町の郵便局うんぬんというようなことが書いてあります。じゃ あの雪だるまポストは確かにあるんですけれども、今度は雪だるまポストのところに行きます。あっちです。阿比良町って書いてあるこの入り口のところの脇のところにこのように雪だるまポストが設置されております。これはちゃんとこの雪だるまの口のところから郵便局ポコンと入れて、そしてちゃんと 毎日決まった時間に配達員の方が集荷に来まして、ちゃんと郵便を届けてくださるという形になっています。ここにもちゃんと集荷の時刻が書いてあります。管轄としては苫小牧郵便局なんですね。というぐらい早北のエリアでは雪だるまをめちゃくちゃ推しに推してますけれども、実はこの早北郵便局からは冬になると
全国に雪だるまを発送するというそういうサービスがあるんですよ。あるんですよっていうか、あったと言った方がいいのかな。今はなんかサービス中止になってるらしいんですけれども、発泡スチロール製のなんか雪だるまの肩に雪を詰めて、でそれで全それをなんか全国に発送するっていうそういうサービスがあったんですが、それはなんか今はやってないらしいです。でそれに関する日がちょっと行ったところにあるので、今度はちょっとそれを紹介しようかなと思います。ということで、早北が雪だるまをやたら押す要因の一つとして掲げられているものがここにあるんですけれども、よく見たらここだけじゃなくてそこにもありますし、それからなんかお迎えのうちのここにも、ここにも雪だるまがあるんですよね。でこの上のところどころか、このゲートとかこの脇のところにも随分雪だるまのオブジェが飾られてますけれども、まあそれはさておき、紹介したいのはこれで、これはですね、何かと言いますと、こちらにも書いてますけども、雪だるま郵便小包発祥の地を記念して作られた像だそうです。昭和61年1986年12月、全国に先駆け当局においてふるさと小包雪だるまの取り扱いを開始。以来日本全国各地をはじめ、遠くは南米ペルー、東南アジア各地へと、北海道の冬のロマンとして約3万5000個うんぬんというふうに書いてあります。今季10シーズン目を迎えるにあたり、発祥の地として建立するということで、まあ、平成7年1995年にこれ作られたそうですね。この周りのこれも、ね、雪だるまなんですよ。これでもかっていうぐらい雪だるまを押してるんですよね、ここは。でしかもここの、ね、通りの名前が雪だるま通りっていうんです。まあ、そこからずーっと街灯が並んでるんですけども、その街灯が全部この雪だるまの形をした街灯になってまして、雪だるま通りという愛称がここについてるようです。こんな風にというここがですね、郵便局なんですね。早北郵便局かな、いや早北郵便局じゃない、早北雪だるま郵便局。ちゃんと下の方もね、この早北だけじゃなくて、ちゃんと早北雪だるまポストオフィスってちゃんと書いてありますよ。でここのポストも、あの役場のところと同じように雪だるまポストになっております。こちらの掲示板のところにも雪だるまの形が描かれております。でしかも上の雪だるま、よく見ると下のところに待ってましたって書いてます。なんかお囃子が入ってますけど、まあいいでしょう。まあ、待ってましたと言わんばかり、まあ、早来たっていうか、まあ、早来たって感じですけど、早来たっていうか早来いって感じですけど、まあ、早来い雪だるま郵便局という感じ でやっと来て、ああ早来たね、早来たね、待ってましたねみたいなことを言ってるように、思わなくもなくもなくもないという感じですけれども、ここが全国に先駆けて雪だるま郵便を始めたその郵便局なんですね。早北で紹介したいものもう一つですけど、それがこれですね。びっくりした、ここに馬がいた。 どうですか最近景気は。完璧に無視されております。誰がタロ散歩なんか相手にしてやるかという言わんばかりに、こちらのね馬、なんかポンちゃんっていうらしいですけれども、ここ幼稚園なんですけども、ここの幼稚園で飼っている馬のようです。今一生懸命何らかの草を食べてるのかな、草を食べてるっぽいですけどね。結構広いスペースのところで生活してるんで、こんな感じでですね。餌を与えないでください、いつも可愛がってくれてありがとうございます。ポンちゃんはいつも決まった時間に餌を食べるようにしています。お腹を壊しますので絶対に餌をあげないでくださいって、なんか今が決まった時間なのかどうか分かりませんけど、ポンちゃん今勝手に草食べてますよ。学校法人実務学園早北子ども園ということで、でこの子ども園幼稚園の敷地にこちらの先ほどのサイロがあるんです。だからちょっと敷地の中なので外からしか取れないんですけれども、このサイロが実は由緒のあるサイロでありまして、日本に現存する最古の木製木でできたサイロが実はこれなんです。ちょっと傾いてますけどね、よく見るとというね、由緒正しいサイロなんですよね。ただもう一回言いますけど、これ幼稚園の中にあるので中には入れません。ああこんなのがあるんだ、ふーんというふうに
しか見ることはできませんけれども。で、ここから先は施設利用者の、ね、通行かということで、まあ、ここでやめときましょう。まあ、というサイロがここにありますということです。そして、このお向かいには随分立派な施設がありますけれども、これはね、学校なんですよね。安平町立早北学園。まあ、早北学園というふうに言ってるんですけど、まあ、何かと言いますと、小学校と中学校が合併して、中高一貫校になったんです。で、それを、まあ、早北学園というふうに言ってます。今年2023年の1月に開校したそうです。さっきね、学校のどんぐりのある昔の小学校の、敷地のところに行ったんですけれども、まあ、それが移り変わって、今年2023年からは中高一貫のこういった学校になったということなんですよね。だから随分綺麗ですよね。今年できたばっかりなだけありまして、かなり綺麗な学校になっております。ここにも早北学園というふうに書いてあります。さあ、ということで時間がだいたい今5時ぐらいになりました。あと30数分で苫小牧行きの列車が来まして、でもう苫小牧行っちゃいます。で、次の列車の次がなんか7時とか8時とかそれぐらいになっちゃうんで、もう日が沈んじゃうんで、今日はここまでにしたいと思います。というぐらいね、室蘭本線のこの辺は本数が本数で、やっぱり紹介するとしたらこれぐらいしか街紹介できないんですよね。あれ、ちょっと待って、馬が2頭になりました。ここには最近までホーマックだった DHC ニコット、ホーマックニコットって書いてますけども、ありますね。ニコットになるとホームセンターばっかりじゃなくて食料品とかも売ってるんですね。で、ここのバス停が小学校前というふうに書いてます。ということはこの辺最近まで小学校あったのかな。厚真方面に行くバス結構あります。 1,2,3,4,5,6,7,8,9 当時1日12本、1時間に1本ペースで来るところと2本ペースで来るところと2時間に1本ペースで来るところ、ちょっとまちまちですけれども、でも合計12本来てるのはすごいですね。今歩いてるところがさっきバスの待合所があったあの前の道、これ北海道道10号線だそうです。で、さらにこう1本向こう線路側の方に行くと国道234号線が走ってるという形になります。あっちですね、あの道ですね。青缶もちゃんとね、234というふうに書いてます。まあ、なんかさっきの雪だるまめちゃくちゃ飾ってるお家の裏側に来たんですけども、まあ、この屋根の上の雪だるまはともかく、この壁にもいっぱい雪だるまが書いてあります。七点抜刀じゃないってばっていうふうに書いてます。なんか、何とは言いませんけど、何かに似てますね。234号線の方に出てきました。めちゃくちゃ道が広いです。あそこが早北駅ですね。このバスは、苫小牧まで行けるバスがあるんですね。日経金経由、苫小牧駅前行き。これはですね、厚真バスですね。そう、千歳市と苫小牧市、そこから、厚真町の方に連絡するバスがあって、それ厚真バスって言うんですよ。早北も通るんですね。ということで早北駅に戻ってまいりました。時間が今おおよそ5時20分で、あと20分ぐらいで列車が来ます。こちらが岩見沢行き。我々が行く方向と反対側で苫小牧行きの4分前にやってきて出発します。17時36分発、これから4分経って17時40分発の苫小牧行きが、まあ、この後来るという感じですね。で、ホームの向こう側に流れてる川が、安平川。安平というのは、ここに書いてますけども、アイヌ語で、アラは片側片方、一方、まあ、ついに成すものの、
片一方という意味で、平が崖、別が川という意味であり、川岸の片側が崖になっている地形から名付けられたということで、このアビラというのは片方が崖になっている川という、そういった意味の言葉から付けられた地名みたいですね。でそれが1952年に早北と追分に分かれて、そこから54年経って2006年にまたアビラになったという、まあ、そういう歴史があるということでございます。まあ、とか言ってるうちにそろそろね列車が来るんじゃないかなと思うんですよ。まあ、ということでやってきました。じゃあ今度はこれに乗って終点の苫小牧まで行きたいと思います。あ、ここですね、停車位置は。ということで苫小牧に到着いたしました。苫小牧といえばやはりこの王子製紙の工場の煙突が印象的ですね。ということで今日は岩見沢駅を出発してここ苫小牧まで室蘭本線の途中下車の旅をさせていただきました。結局降りたのは栗山と早北なんですけれども、うちのチャンネルでは降りたことのない駅だったので逆に新鮮で良かったなと思います。ということで、まあ、今回のシリーズも楽しんでいただければ幸いでございます。では今回もご視聴いただきましてどうもありがとうございます。また次のシリーズでお会いいたしましょう。どうもありがとうございました。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。Twitter、Instagram、ブログサイト、タロ散歩&雑学カフェもやっていますので、ぜひ登録してください。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。通知もオンにしてね。